サンデードラゴンズ、アフタートークです。今日のゲストは中日ドラゴンズ勝野秋吉投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。楽しかったです。え<ね>え。<laughs> 最後。来週、松山投手ですっていう告知が流れたんですけど。うんはい、あいつやばいっすよって言ってましたね。はい、いや、面白いっすよ。あいつは。あ、そうですか。はい、どんなところが。 どんなところもう全部面白いです何してても面白いですずいぶん投げたがりなんですよねそうですねはい。登板したい登板したい投げれなかったらちょっと不敵される<っ> <laughs> 表情に見てわかるんですか、うん、ま態度でわかりますねえ、<laughs> 正直リリーフの方って毎日準備して、はい、毎日投げるのって大変で、はい、でも登録抹消は嫌だから一軍にいて <laughs> まあこういった悪いですけど、程よく投げてでしっかり抑えるっていうのが一番いいと思うんですけど。そうですね。はい。彼も毎日行きたいんだぐらいの感じですね。へーすごいですね。加藤さんはい。せっかくですから何か聞きたいことはありますか、はい。あのまず今日の放送のマイ能力チャート面白さがゼロになってますよね。はい。以前あの和久井投手が X 級ツイッターで、はい、勝野さんとご飯を食べた写真をあげてらっしゃった時に、はい、勝野がとっても面白いんだ爆笑を重なっていくんだっていうふうに書いてらっしゃったんですけれども本当に面白くないんですかいやーなんか <laughs> 僕が笑ってもらえるのってあの放送できないようなことなので <laughs> <laughs> はい。 YouTube ですから。<laughs> ひょっとしたら大丈夫か、喋った途端バンされるかどっちかでしょうね。はい、どんなこと <laughs> 聞くんですね。いやできないです。<laughs> で爆笑をされいはい、まあっていくということなんですね。爆笑まあまあみんな笑ってくれるっていう感じですね。和久井さんとはコミュニケーションは取れるようになりましたかどうですか。和久井さんはまあ、はい普通に話せます。 はい、ちょっとトーンが弱くなりましたけど大丈夫ですかじゃあ勝野明義によるうコミュニケーション能力ゼロだけどもしっかりコミュニケーション取れているチームメートランキングベスト3だともう1位は清水さんでしょどう考えても。2> <laughs> 第2位は誰でしょう 2> 第斎2藤幸樹さん。お えここでファイターズから移籍の斎藤投手が出てくるはい、まあ、やっぱり中継ぎになっちゃうんですよ、ね、中継ぎとずっと一緒にいるんで斎藤さんとは最初話しかけたいやどんな感じだったか忘れたですけどはいはい斉藤さん,どんな人ですかいや面白いですあの人もどんな感じでどんな感じふふざざけけててます基基本基本ふざけてる <laughs> ずっとなんか ライデルの登場曲をずっと歌ってたりとかえ、はい、えどんなんですか、ね、日本語じゃないですよねはい、なんかずっとそれをふざけて歌ってん,んですよ、あの人 <laughs> ちょっとだけ再現していただいていいですか<何>ライデル投手の登場曲を口ずさむ斉藤浩輝お願いします <laughs> あ、あ、あ、これの霊系とか言ってずっと <laughs> 勝野さん、面白さ面白上がってる上がってる今やりきりましたよ やり切りました。やり切りました。第三位は。第三位。誰だろうな。うわあ、誰だろう。十秒。難しいですね。清水投手がいて。<laughs> 質問だな、俺は、そんなに難しくないと思う。え、三位。 いうう難しすねああじゃともで達也とホーキさん結構一緒にいる時間が長いですけどそういうことかそういうことかじゃあもう3位となるともうみんな大体一緒でまあ同じ感じでみんなと話すって感じですっていうことなんですかえっまだ正直実はあのドラゴンズで長くやってますがまだ話したことないっていう人っていやそれはないですそれはさすがにねはいさすすがないでそれはさすがにないですですよねだってもう6人いますからうん ねはい、そうですよね、うん、加藤さん、はい、他に何か聞きたいことありますか、あのー、今シーズン2023年5勝2敗されてるじゃないですか、はいはい、私そのうち3回3勝立ち合ってるんですよえー、えじゃあ加藤が開幕戦東京でも行ってたで他に、あのー、2回行ってるんですよね4月と6月、はい、で一気に 勝ちが後勝ついて2年間勝ちがなくてっていうので先発から中継ぎに変わってでも私の中では印象的なのはホームランを打たれたこともあるじゃないですか、はい、だからバッティングも結構印象に残っていてまた先発に戻りたい気持ちとかももしかしたらあるのかなっていう気になります。全、はい、全くく<あ><ー>くななないいででですすすそうんね、はい それはやっぱり中継ぎが結構ビタッとはいそうですしあのー、バッティングのことも考えたくないですあそうなんですね、はい、なんかバッティング楽しいって言う人多いですけどねうん、うん、あんまり、あ、全然楽しくないですうん、うん、あそうですか、はいえー、<laughs> はっきり そういえばバッティングで思い出しましたけど先発の時に浅尾コーチとマンツーマンで名古屋球場でバッティング練習してたんですよねはいめっちゃしましたね近い距離で投げてもらったりとか浅尾さんがガンガン投げてくれたんでしょそうっすはい あれでも、あれからですねちょっと当たるようになったらバットにそれまでずっと確か一軍の公式戦でライトナイヒットを打ってうん、うん、すごい勝野さんも喜んでたっていうのを背番号41番浅尾さんへの,この思いというかあ、うん、あいうふになってみたいなって選手としてもですし、まあ、人としても結構、こう。うん なんていうんですかね、私生活ってなんだろう、こう人と会ったりする時の対応とか、すごいなと思います、はい。あ、そうなんですね。リリーフ一番自分が向いてるなと思う点っていうのはご自身ではどんなところなんですか。まあやっぱやられたらすぐやり返せるのが一番です、ね。先発だと違うもんですか。まあローテで回ってっても6日間ありますし。うん まあ僕とかだったら中6日以上空いてたりとか抹消、はい、も考えるし、はい、ってなるとああその先発ローテーションの核となるピッチャーは中6日が確約されてるけど5番目6番目となるとやられたら登録抹消っていうのも抱えながらのマウンドだから余計きつい、はい、そうですね、はい、き,きつかったですね。 ああそうですか逆に中継ぎやっててしんどいなと思うことってどんなところですか中継ぎやっててしんどいあんまり、まあ、やりたかったんで結構楽しく1年間やれたんで。うん あんまりしんどいっていうのはそこまでなかったっすね。本当これそもそも「いややりたいんですけど」って言って今シーズン「じゃあ」ってなったのかこの今年のキャンプとかオープン戦とか振り返るとどこがリリーフ転向のきっっかかけだったんですかいやキャンプも帰ってきてキャンプから帰って名古屋でもずっと先発調整で。 やっててでしたよ、ねはい、でまあ一回一軍のコーチ小塚さんと落合さんと会った時に「どっちやりたいんだ?」みたいな感じで言われて「いや中継ぎやりたいです」って言ったら「いやこっちもちょっと考えてる」っていうことは言われたんですよ。ははでもその後僕は確か遠征で二軍の遠征行ってて投げて次の日に「中継ぎで上上がる」って言われて<は>まあとある外国人選手が。 やってくれたんでああだそうかそれで僕は中に入れたっていう感じですねええじゃあとある外国人の方がはいそのままはい今年ドラゴンズだと多分中継ぎやってなかったんじゃないかなって思ってますだから僕感謝しますええあざす感謝あざすはい人生変わりましたよ人生本当変わったね二人が変わったですねとある外国人 っっでも、そうか、そうか、そうか。でも、そうか、活動さん的には、うんうん、まあ、ラッキーって言ったら、言葉が悪いかもしれないけど。はい、いや、ラッキーです。かなり。<ー>あのニュースって、ざわつきましたよ。開幕前でしたし。はい、うん、そうですね。で、ちょっと不安もあったし、衝撃が走ったんですが。正直、どんな思いだったんですか。はい、いや、もう、本当、ラッキーって感じです。やった、はあ、長継ぎ慣れた。<laughs> やっとやれるじゃんって感じです。 でいきなり開幕戦でチャンスが来て、うんはい、それはびっくりですああの開幕戦の一球勝利はびっくりびっくりですだって中継ぎ初めて行くピッチャーが初めて中継ぎやった人ですよどうやって行くんこれみたいな確かにそっかあんまりの体の準備が分からんしみたいな 感じでもうマウンド上がるまでは本当めっちゃ緊張してやっばみたいななんで俺なんと思って一番最初俺みたいなえここでみたいなちょっと嫌だ嫌ではないですけどうわ一番かっていう感じでそうか今シーズンの中日ドラゴンズのリリーフの先頭バッターだったんだそうか小笠原さんからの直ですもんねランナー残りの坂本選手ややっっいいぞぞと でまあマウンド上がったらもう普通でしたけどもうやるだけだそしたらフォーク投げたらちょっと抜けて「やっばいぞ!」ってなって、はいえ行ったと思ったんですよ僕は一瞬あはいうわよかったと思ってまたうわはあ、い、そういう気持ちだったんですねはい、はい、あの勝利のボールって勝野さんのところに来てるんですかはい来ましたた確かか<あ>僕がもらったっすす今どこへあ実実家家にあるかな多分実家っす そうですか、いやとある外国人選手が <laughs> <え>やってくれましたやってくれましたねアクタートークでございました <laughs> 全世界に流れておりますのでひょっとしたらあなたがご覧いただくかもしれません <laughs> 加藤さんどうもありがとうございましたありがとうございました